今回は里帰り企画で私たちの地元名古屋までやってきました。はい、いろんな名古屋の魅力を紹介したいと思います。皆さんぜひ楽しんでください。大人気モデルの里帰り企画では、日南京子と水沢入れ奈がふるさと愛知へ、その撮影の裏側をのんの TV が密着しました。まずは名古屋と言ったらここ名古屋城。国外問わず観光客のほとんどが訪れるという人気スポット。でも地元の人が里帰りしたら訪れる場所はこっち。ここはどんな場所なの？コメダって言って多分この東海地方っていうんですか、名古屋の人とかにはすごいポピュラーな喫茶店、カフェっていうよりか喫茶店と。ここで2人が注文したものが来たみたい。って京子、それは何？実はこれミックスジュース。京子がコメダで一番好きな飲み物なんだって。他にもクリームソーダ頼むと長靴の形になりますよ。それがこちら。どれも珍しい容器に入ったドリンクだね。しかも飲み物を頼むとトーストとゆで卵がサービスなんだって。これは名古屋ではよくあることなの？そうですね、普通についてくる感じ。朝だと、モーニングと。次に2人がやってきたのは、重要文化財にも指定されている尾張大国玉神社。そうですね、私が初詣の時に来たりもするし、気がちょっと落ちちゃった時とか、来たい時にもう毎日と言っていいほどお参りに、もう幼稚園ぐらいからずっと来てるので、すごく馴染み深いところ。まずは今回の撮影がうまくいくように2人で祈願、そしてお参りをした後は、そうこれおみくじ。気になる2人のおみくじ結果は？本の本紙を見てくださいみたいなということだったけど、2人ともいい運勢だったみたい。ここで別行動タイム。京子がやってきたのは、名古屋といえばスガキヤラーメン。そう、ここはラーメン屋さん。どんな時に京子はここへ来たの？そうですね、高校生にお昼によく食べに来たりとか、あと家族で食べに来たりとかもしてました。久しぶりのお味はいかが？美味しい美味しい。しかもこのラーメン、美味しいだけでなく、こんな人気の理由も。すごく安く売ってるので、みんな学生さんとかも来てます。なんとお値段290円、驚くほどリーズナブル。これなら毎日通いたくなるのもわかるな。また本市では京子だけでなく、エレナのおすすめスポットも紹介しているから、合わせてチェックしてみてね。最後に2人がやってきたのは、世界をテーマにした博物館、リトルワールド。巨大な建造物や世界の料理が楽しめるから、入園すると1日で世界一周した気分になれるんだって。エレナにとってここはどんな場所なの？中学校の頃に野外学習かなんかやって、当時すごいイタリアに興味があったので、イタリアの国を見に行った覚えがあります。京子は？私は多分幼稚園の頃に遠足とかで来てるんですけど、ちょっと覚えがないので、久しぶりに来れてすごく今ワクワクしてます。エレナちゃんにちょっと教えてもらわなきゃ私土地が高いです。そんな2人がまず向かったのは、中南米とスペインのパビリオン。数あるイベントの中でも人気なのが民族衣装体験。今日はいろんな国を着こなすみたいだよ。どれが似合っているかチェックしてみてね。まず2人が来たのは、色鮮やかなこちらの民族衣装。京子がペルーで、エレナがスペインの衣装。2人ともよく似合ってるね。お次はドイツ。
アルプスの農家の人たちが着ていたという伝統的な衣装。ベアルックも可愛いね。最後はインドのサリー。一枚の布でできた衣装で今でも愛用されている民族衣装なんだよね。ちなみに2人はどの衣装が気に入った？インド一番好き。インドも綺麗ですけど、あれなんだ、ザイツとか意外と好きだった。これ以外にも他の国の民族衣装もあるから、みんなも名古屋に行ったら挑戦してみてね。エレナ、今回の里帰りロケはどうだった？なんか凝縮した一日でいろんなとこやっぱり回っていくとちょっと懐かしいなって思ったのがしましたね。それでは最後に京子から見どころをご紹介。2人がなんだろう、よく行くおいしいお店もこうやって遊びに来るとこも結構紹介しているので、ぜひ皆さんもチェックして遊びに来てほしいです。行ってみてほしいですね、はい。また本誌では他にも地元スポットをたくさん紹介しているよ。詳しくはのんの11月号でチェックしてね。